ロス疑惑。ロス疑惑とは、1981年から1982年にかけて、アメリカ合衆国ロサンゼルスで起こった、重殺傷害事件に関して、三浦和義にかけられた一連の疑惑。報道の過熱化、被疑者に対する人権侵害や、一時不再利の原則などの問題を投げかけた。 別名、ロス事件、三浦事件、三浦和義事件、疑惑の縦断事件。外説。1981年、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで起こった殺人事件に関して、当初被害者の夫と見られていた三浦和義が、保険金殺人の犯人ではないかと、 日本国内のマスメディアによって嫌疑がかけられ、加熱した報道合戦となり、結果として劇場型犯罪となった。殺人事件に対する科学的な考察よりも、その男性にまつわる疑惑について盛んに報じられた。三浦は2003年に日本で行われた裁判で、無期懲役から一転して無罪が確定した。 しかし、その後の2008年に、米国領土内において、共謀罪でアメリカ警察当局に逮捕され、ロサンゼルスに移送後、ロサンゼルス死刑の留置施設にて、シャツを持ち首を吊って自殺した。経緯。事件発生。1981年8月31日。 輸入雑貨商を営む三浦和義が、妻 A とロサンゼルス旅行中、A が宿泊していたリトル東京のホテルニューオータニの部屋で一人になった時、アジア系の女性が上がり込んできて、A の頭部を鈍器でオーダー。A は軽傷を負う。オーダ事件。同年11月18日午前11時5分頃、 三浦夫妻は当時滞在していたロサンゼルス市内の駐車場で銃撃事件に遭遇した。二人組の男に銃撃され、A は頭を撃たれて意識不明の重体。夫の三浦も足を撃たれ負傷した。三浦は犯人はグリーンの車に乗っていたラテン系の二人組で、一人は長髪を束ねたサングラスの男。 と主張していた。1982年1月、当時悲劇の夫としてマスメディアにたびたび登場していた三浦は、米軍の協力を取り付け、A を日本の病院に移送する際に、A を乗せた上空の米軍ヘリコプターに対して、地上から発煙筒で誘導する場面が印象的に報道されていた。 A はその後日本に移送され、神奈川県伊勢原市にある東海大病院に入院したが、意識が戻ることはなく、11月30日に死亡した。三浦は保険会社3社から、計1億5500万円の保険金を受け取った。疑惑の縦断報道。1984年、週刊文春が、 疑惑の縦断というタイトルで妻に多額の保険金をかけていたことや現場にいた白い車に全く気づかなかったという三浦の供述などを理由に三浦が保険金目当てに仕組んだ事件ではないかとする内容の連載記事を掲載したこの影響で日本国内のマスメディアは三浦犯人説を強調する報道が目立つようになり 一気に報道が過熱化した。三浦の自宅前には、連日テレビのワイドショーや週刊誌、スポーツ新聞などの記者が列をなし、三浦の自宅に不法侵入するマスメディア関係者も出た。1985年、三浦の愛人である日本人の元ポルノ女優 B が、 1981年8月の A 傷害事件における犯行を産経新聞上で匿名で告白。有刊死が B の実名を暴露して、その後は実名報道となる。同年12月には、被害者の父親が銃撃事件の実行犯逮捕有罪判決につながる情報提供者に、 懸賞金1万ドルをを支払うことを発表した日本での審理。マスコミの過激な報道が続く中、同年9月11日に警視庁は三浦を A 大田事件での殺人未遂容疑で逮捕。同12日には B も同容疑で逮捕した。その後、三浦は1998年に釈放されるまで、 13年間を工事所で過ごした。大田事件では、B に懲役2年6ヶ月、三浦には懲役6年が確定した。有罪判決確定の4ヶ月前に釈放されたが、宮城刑務所に収監され、2年2ヶ月の間服役した。三浦が一連の事件で、工事所、刑務所にいたのは、 通算16年間であった。大田事件後半中の1988年10月20日に、三浦夫妻銃撃事件で殺人共謀犯として、三浦と共に実行犯とされた、ガンマニアでロサンゼルス在住の駐車場経営者 C が、銃刀法違反で別件逮捕された。その後、殺人容疑で再逮捕。 銃撃事件の裁判では、東京地裁は、C には犯行当日から前日で、現場で目撃された車と似た白い車を、レンタカーの会社を忘れたとして素直に述べず、レンタル契約書の証拠を提示されて認める、など、レンタカーに関して隠したい意図が否定できないとする一方で、犯行で使用された車には、 アンテナがついていない可能性が高いが、C のレンタカーはアンテナがついていた可能性が高いことや、三浦と防御する機会がほとんどなかったなどの有利な状況証拠が出たため、証拠不十分で殺人罪について無罪、別件の重刀法違反等では懲役1年6ヶ月の有罪。三浦には、 動機をはじめとした様々な状況証拠から、使命負傷者と殺人の共謀をしたとして、無期懲役の判決が下った。三浦は東京高裁に控訴。高裁では、大田事件後に、共犯者探しとも取れる行動や、保険金目的での被害者への加害意思が読み取れること、 グリーンの車で来た二人組に襲われたが、現場で確認された白い車に全く気づかなかったという主張は、虚偽供述の可能性が高いとする一方で、実行犯が特定できていないことから、証拠不十分で逆転無罪となる。検察は無罪を不服として、最高裁に上告するが、 2003年3月5日に帰却され、銃撃事件の日本における三浦の無罪が確定した。しかしこの時点では、すでに事件発生及びマスコミの報道が集中してから、すでに20年近くが経過していた上に、当時ほとんどのマスコミが三浦を犯人と断定に近い形で報じていたため、 以前のように大きく報道するマスコミは少なかった。また、三社の保険会社から返還訴訟を起こされる。訴訟では、三浦が二社に全面敗訴し、八千万円を返還し、一社は三浦と和解した。和解金額は公表されておらず不明。米国での審理。 2008年2月22日に、米国自治領である北マリアナ諸島サイパン島において、三浦は現地に出向いていたロサンゼルス市警察の警官に殺人容疑で逮捕された。これは、ロス疑惑の捜査が米国では未だ進行中。米国では時効制度は存在するが、殺人に関しては時効は存在しない。 また、もともと米国から国外へ逃亡しているのと同様の状況であり、時効があったとしても停止している可能性があった。であり、それに基づいての身柄確保と思われた。米国捜査当局は、ロサンゼルスへの移送を目指していたが、三浦側は、日本の最高裁での無罪判決の確定を根拠として、 一時不再利の原則を盾に、米国捜査当局の身柄拘束を不当なものとみなし、ロサンゼルスへの身柄移送の中止と身柄の解放を訴えて法廷で争った。9月26日に裁判所は殺人罪の逮捕状は日本で判決が確定した一時不再利にあたり無効とした上で、 殺人の共謀罪については日本で裁かれていないとして有効とした。この決定がきっかけとなって三浦はロサンゼルスへの身柄移送に同意し10月10日にサイパンからロサンゼルス死刑に身柄移送した。三浦にとっては27年ぶりのロサンゼルスであった。その後、同日に ロサンゼルス死刑内の留置所にて、三浦が首を吊っているのを発見される。病院に搬送されるが、間もなく死亡が確認された。同警察は調査により、自殺として発表したが、三浦の弁護人のマーク・ゲラゴスは、遺体を検視した病理学者が自殺ではなく他殺であったと結論付けた。 と主張した。ジェイン・ドー88事件。1979年5月4日に、ロサンゼルス郊外で、身元不明のミイラ化した東洋系女性の遺体が発見された。この遺体は、当初は身元不明の88人目の女性遺体ということで、ジェイン・ドー88と呼称されていた。 米国では身元不明もしくは匿名の男性をジョン・ドー、女性をジェイン・ドーと呼ぶ習わしがある。1984年3月29日に歯型による遺体称号により身元が確認された。女性は1979年に行方不明になっていた女性 D であり、D には夫がいたが、 三浦と1977年から交際していた。1978年2月には、三浦の経営する会社の取締役に就任。同年6月から二人は同棲し、翌1979年3月に D が夫と正式離婚。その後、北海道に行くと D は言い残し、行方不明になっていた。 3月29日、ロサンゼルスに D の入国記録があり、ホテルホリデー・イン・ハリウッドに宿泊していた。三浦は3月27日にロサンゼルスに入り、4月6日に帰国した。三浦は D の口座に5月8日に振り込まれた全部からの医写料である426万円を、 5月18日から6月12日までに計42回にわたり引き出していた。後日、三浦は D に金を貸しており、アメリカから送られてきた D のキャッシュカードを使い、自分で引き出して返してもらっただけ、と供述した。この事件も、妻 A 殺害事件と同じく、マスコミに嫌疑にかけられ、 もう一つのロス疑惑として報道されたが、証拠不十分のため、日本では三浦は立件されなかった。ところが米国捜査当局は、三浦が自殺する直前に D 殺害容疑で訴追再逮捕する方針を固めていたことを、現地時間2009年1月10日に元捜査官が明らかにした。 元捜査担当者によると DNA 鑑定のような新たな証拠が発見されたわけでなく D の渡米理由が三浦に会いに行くこと以外に考えられない三浦が被害者の銀行口座から合計426万円を引き出していたことなど発展を指摘状況証拠に基づき三浦の単独犯行と断定 三浦が死亡する直前の段階で死刑求刑が可能な第一級殺人と窃盗容疑で近く逮捕状を請求する方針を固めており捜査トップにも報告していたもし訴追されたとしても裁判所が起訴を認めたかどうかは不明であるロサンゼルス死刑は1月14日に記者会見し 三浦が D を殺害した容疑者だったと結論付ける捜査結果を公式に発表した。三浦の弁護側は、ロサンゼルスタイムズ紙に、死人に無中打つとは滅多にない話だ、とコメントしている。名誉毀損訴訟。三浦はマスコミによるネガティブな報道に対し、名誉毀損を理由に、 弁護士を代理に立てずに民事訴訟、いわゆる本人訴訟を起こす。マスコミに対する名誉毀損の訴訟は476件にも上る。三浦は訴訟のうち80%で勝訴していると主張している。15%は事項を理由とし、5%は事項以外の理由による敗訴。 疑惑報道の宣弁をつけた週刊文春に対する訴訟では、裁判所は、銃撃事件の三浦関与説の記述については相当の理由があるとして、名誉毀損を否定したが、未成年時代の非行を銃撃事件と結びつけた記述のみ関連性が薄いとして、名誉毀損を認定して100万円の支払いを命じている。 スポーツ新聞、東京スポーツへの名誉毀損訴訟では、マスメディアでありながら、東スポ側が、東スポの記事を信用する人間はいない、と主張し、一審では三浦の名誉毀損を棄却された。上訴審では名誉毀損が認められた。現在は、容疑者の人権を守るために、逮捕や連行の場合は、 警察が頭から衣服をかぶせたり、全体や手錠をシートで遮断するなどの措置が、報道機関では VTR に手錠が映った場合は、モザイク処理、あるいはぼかし処理を施すなど、自主規制をしている。これは、1985年9月11日に、三浦が逮捕において警察が連行中に、 報道関係者の写真撮影用に、小品は手錠姿を撮影させた際、三浦はこれを、有罪が確定していない被疑者を晒し者にする人権侵害だ、として提訴して、三浦が勝訴したことがきっかけとなった。なお、1984年にある週刊誌に掲載された、三浦のプライベート写真を撮影したカメラマンは、 その8年後の1992年3月に、一か一か4人殺害事件に巻き込まれて殺害されている。